ドローインレベル2の紹介です。はい、皆さんこんにちは、タートルです。いや、皆さんね、今回レベル2できるとは思います。ただね、レベル1との違いはですね、レベル1は内ももにですね、ボールを使って骨盤底筋群と腹横筋意識しやすくしてドローインをしてました。で、今回はね、ボールなしでやりますんで、ちょっとドローインの意識がね、しっかりできてないとできないと思います。皆さん、レベル1をやってない方はね、そちらからスタートしてもらうとうまくできますんで、やってもらえたらと思います。では今回紹介します。寝っ転がった状態で足を閉じてお腹を引っ込めて腰をつける。この状態から足を広げていきます。また閉じます。足を広げた時に腰がですね、浮きやすくなります。ついここが浮いちゃうんですけども、それを浮かないように意識してください。まず足を閉じてお腹を引っ込める、腰をつける、腰とお腹をキープしたまま足を広げていく。指が入らないようにキープしたまま戻していく。緩める。お腹引っ込めて腰をつける。足をゆっくり広げても腰が浮かないように、お腹が出ないように引っ込めたままキープして、また戻していきます。どうでしたか？できましたか皆さん？できた方やできてない方、よかったらコメントください。今回はね、2フォールアウトというね、ドローインの一種です。しっかりね、足を広げても腰が浮かないように、お腹が引っ込めたままで意識できるように。もちろんね、腰をつけるだけの意識だったらですね、お腹がね、ボコッと出た状態になって、腹直筋にね、意識が動員してされてしまいます。そうなるとドローインじゃなくなってしまいますんで、必ずお腹を引っ込める。お腹を引っ込めるっていうことは腹直筋に力が入ってないってことですから、お腹が力を入るとお腹は出ちゃうんで、お腹が出るってことは腹直筋に意識がいってしまいます。お腹を引っ込めるっていうのは腹横筋に意識がいってるので、お腹を引っ込めて必ず腰がついてるように。っていう意識をしてやってもらえたらと思います。また今回ね、レベル2の1でしたけども、まだ先がありますんで、どんどん難しくなります。これはね、ドローインっていうのは別にね、難しいけど、辛いエクササイズじゃないですから、しっかりね、楽しみながら練習して、お腹を引っ込める意識を身につけてもらえたらと思います。よかったら皆さん、シェアとかもね、よろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。